おはようございます。スノープさん、ちょっと待ってね。咳払いをするので、ちょっと待って。ふう、戻ってきました。おかえり。さてさて、そしたら。首が。180度後ろ向いてちょっと気持ち悪い絵になってるよ。え？はあ。はあ。あ、おかえり。やばかったね、今の。いや、俺では自分は見えてないからさ。あ、そうなの。完全に首骨折っていうか、ちょっとやばい方向を向いてたよ。さて、もう少し待ってね、オープニング。なんか、ちょっとさ、ワールドを先に開いて待ってるもんだからさ、進捗が見て取れるね、後ろに。うん。びっくりしたよ。ちょっと待ってよ。
まず画面切り替えの、あれ？画面が止まってますね。配信画面が OK かな。おちょっと待って、これでゲームを動かせば、あ、大丈夫だね、動いてる動いてる。はい、よし、ちょっと待ってよ。そしたら炭酸水飲みまして、ビョン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 、あ、今後藤さんが来てくださってます。あ、こんにちは、いらっしゃいませ、よろしくお願いします。ビョン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 、うまい、ビョンビョンビョン、あと10秒、長えな、まだ、まだですか、残り5秒、長いの、よし、カメラオン、カメラ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 、音声も大丈夫だね多分。今日はなんかいい具合のボリュームだよ。しまった、カメラの位置がエイペックス仕様になってましたね。はい、よし、髪の毛はいつも通り変、オッケー。いつも通り変だね変だよね、なんかね、ぴょん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 するわ。さあ、それではどうも皆さん、こんにちは、おはようございます、サルラです。スノップです。どうもです。マインクラフト Java 版第7話スタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは前回やったことの復習ですけれども、できる村人を作ろうということで、はい、できる村人ってどういうのですか。うん、例えば師匠で、効率のついた村人、師匠を作るとか、そういうことをして、今後のワールドの進捗を早めるために、効率的にするために村を発展させよう、はい、ということに取り掛かり始めて、はい、村人を増やそう、師匠を増やそう、はい、みたいなのしてる途中でしたね、すいません、はい、途中で、まあ、断念したわけですけど、なんと今後ろにいますね、もうすでに赤ちゃん、ここが生まれとるがよ、はい、ついに繁殖モードに入ったのかな。パンとかを増やしてね、食べさせないといけないなって思ったんだけど、そうですね、ベッドは増やしたけどパンはやってなくって、いまいち増えんくって、村人が少なすぎて何もできなかったっていうのが前回の、ただ子供生まれてるし、村人後ろに3人いるってことは、今回はこの司書代、初見代だったっけ、これを増やしながらリセットマラソンですね。あとダイヤのあれも欲しいな。ああ、防具鍛冶とかね。そうそう、ツルハシとか、斧とかあたり。OK です。じゃあそういった村人を今日は作っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ここや、ちょっと目線がわからん。ここら辺かな。さあ、では時間ないのでね、早速行きましょう。ゴーレムいるやん。そう、ゴーレムもいるの。なんかすごい一気に発展してるんですよ。びっくりよ。では、村人。これは修繕の村人出てる。あ、ナイス、ナイス。でも26か、高いな。耐久力3。そしてこの人が、ああ、本なし。これ、じゃあリセットで。高いね。私はじゃあちょっとエメラルド稼ぎで頑張って手動で、あれ私何してたんだっけ、畑を作ってたよね、綺麗にするために。うん、畑を拡張してて、あ、思い出した、溝にはまるので出口の色、出口の色ダメね、これ。
石炭やエメラルドがいりますね。まあ、エメラルドだな、やっぱ。で、防具鍛冶とか、そういう、なんだ、武器系、防具系の、職業ブロックってことね。OK です。やっていこう。職業ブロックはどこだったかな。鍛冶台、これだな。鉄。できた。続き。ハーフブロック。燻製器。じゃあ家事ブロックをいきました。エメラルドとかか、そうだな。スノップさん、この取った小麦粉とかチェストに入れときますね。はい、あとはあれか、ゴーレムトラップか、はい、ゴーレムトラップ作りしんどいな。ちょっとしんどいよね、今だ。もうちょっとあと、ちょい後かなって感じだね。ああ。メトラがあれば、まあ一応鉄が取れるから。そうね。お、繁殖モード入った。入った。ナイス。いけ。はあ。はあ。いやー。来たー。生まれたね。大丈夫だわ。これもう繁殖モード入ってるからパンいらんわ。いや、まあ、でもダイヤいるからね。あ、そうか、そうか。エメラルド、ね。夢がいるので、はい。エメラルド1個しかないもんね、まだ。修繕。ガチャッカチャッカ。石炭とかそういうのも取っていきたいのかな。そうね。もうひたすら今日も地味な作業だな。そうだね、地味作業。初見台は欲しいな。あ、間違った、ここ芋ゾーンだった。まあ、いっか、適当で。あ、サルさん夜っす。はい、おやすみなさい。夜だいよ。ゾンビがいるな。湧くね。さあ、初見台を増やしていこう。あ、増えとるよ。何が？子供が3人に。ナイス。あ、さっき増えたよ。ゴーレムさん、ナイスです。間違った。ね、このさ、右手のオフハンドに持ったさ、うん、食べ物をさ、うん、何ボタンで食べれるん？なんか右クリックでさ、食べれるって書いてあってさ。ほう。右クリック、右手に何も持ってなければ右クリックで食べれるんだけど、うん、ダメだね。右手にその作業ができるものを持ってたらダメなんだ。まあね、俺ね、そのね、うんうん、勝ち方知らないんだ。束縛の呪い、束縛の呪いはいらん。あ、射撃ダメージ増加とか出てる。あれ、やべえ、これ修繕消えたな。はあ、
そうだ、なんか取引してない。してない。スニーク、ダッシュ、ジャンプ。あ、修繕出た、安くなった。アイテムの使用、安くなったの、ナイス。ああ、紙を持ってきたらいいんだね。オフハンドとの交換が F。よし、拠点に戻って紙を取ってくるわ。オフハンド、オフハンドを使いたいんだけどな。オフハンドの交換っていうのはあるんだけど、こうすれば食べれるが。あっ、あっ、しまった、村人入っちゃった。はい、ナイス。はい、オッケーです。石炭と。チビってどのくらいで大きくなるんだろうか。どうだろうね、1週間くらい。マイクラ時間で1週間。うん。140分かかるね、そしたら。あれ？石炭がない。まあ、いっか。そうだ。で、私サルさん、ちょっとあれを作りたいんです。あれ、鉄焼いてるっけ。鉄は焼いてあるの。できた。ん？鉄は焼いてるね。ないね。あ、俺が持ってるわ、ちょっと待ってね。うん、今そっち持っていきます。ホッパーが欲しいっす。あ、ホッパー。パー作れんけ、2個ぐらい。作れるんじゃないかな。鉄9個あるよ。あ、そうそう。で、俺、ちょっと、石炭やら鉄取りたいから、地下潜るわ。おい。とりあえず、まず道具を届けますね。ガンガン進めるよ。やっぱり取引用の畑を。もうちょっと作っておこう。そうだね、ちょっと陸地を増やしたので、ちょっと外に作るね、村の外に。うん、ほっ、石炭あった。すほっほ。ゾンビの声がうるさいね。下にいるっぽいな。そこに潜ろうかな、じゃあ逆に。あ、鉄あるじゃん、ここにも。紙作る。紙。あれ？作業台がなくなった。あ、作業台俺自分で壊したな。ペットとか持ってっとる？まだ持ってってない。ちょっとまだ村の中にいるから。ホッパー、あ、作れるよ。2つ作る。うん、チェストに入れといてもらえると助かります。はーい、じゃあ入れてきました。はーい。で、あとは鉄を、鉄じゃねえな、縦は持ってってくるかな。今日は結構この村人さんとの戯れは今日で終わりたいな。うん。紙作った。この紙で修繕をロックする。修繕。あれ？修繕別で折った。安い方にしよう。え？安い方にしよう。わあ。いた。どっかから入れるの？ここか。閉めるかな。はい、これでロックされた。あ、なんか安くなった、修繕。20人減ったぞ。あ、村人ゾンビがおった。しかもこれ
ヤシやけん、もともとここの村の人やん、絶対。やべ、ごめんよ。ごめんよ。それよ。耐久力の人をロックできない。よし、防具鍛冶さん、ちょっとくれ。は？は。はい。いいよ。いやー、怖いよ。お、いいね。ナイス。なんでこれ安いのかな。なんとだ、なんで割引になってるの。なんでだろうね。取引失敗してモヤモヤ出たからじゃない。あ、そうなのか。あー、鉄が足りんね。よし、じゃあちょっと弓矢が欲しい。じゃあ、いろいろぶっこんどくので。OK だ。もうちょっと。暗いね。湧くね。という作業台。こうだな。よし、OK だ。ちょっと松明を作っていこう。水じゃん。ちょっと無限水源作ってみよう、近くに。これだけで良いだろう。よし、ベッドも持ったし、石もあるし、木の、あ、木の板ね、持って。なんか今気づいた。BGM が入っている。あー、残してたんだ。気づかず、スルー、さーっと歌っとった今。ふん。ここか。多分ここだな。じゃあ、地下行きまーす。いらっしゃい。ベッド持った？持ってまーす。職業をさ、いろんなやつ増やせばさ、うん、あ、これも取引できるんだっていう新しい発見も出ると思うんだよね。そうね。うん。だから、あんまり、大体いつもさ、師匠と、そうそう。道具ぐらいしか やらんもんな。うん。だから、それに限ることなく、いろいろちょっと作ってみよう。だから、もし作れそうな職業ブロックとかあれば、ガン。作って、あの村人もベッドを増やして、ガンガン増やしてほしい。あ、夜ですね。もう夜なの？早いね。うん。おやすみなさい。まあ、まだベッド余ってるから。なんなら、この見やすくするために家一個ぐらい潰しても構わんか。職業ブロック並べるところとして。うん。あー、早くいいツールが欲しい。欲しい。すぐ壊れるんやもん。ああ。え、もうみたいなさ。
どう？もう壊れたのっていう感じになる。ああ、そうだね。うん。あるある。なんか上に、なんだあれ。あ、マオッチさん、フォローありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。スノップと申します。こんにちは、初見です。初見さん、ありがとうございます。ナイスだ。スノップと申します。今、後ろでナイスだって言っているのは、相方のサルラさんと申しまして、ツイッチで配信している方です。どうもこんにちは。ありがとうございます。ごゆるりと、なんかもう畑耕しているだけの絵ですけど。あ、最初の方だからね。ありがとうございます。マオッチさん、こんにちは。はじめまして、サルラと言います。よろしくお願いします。私よりしっかりした挨拶するよね。え、しっかりしたご挨拶をされます。そりゃもう社会常識が備わってます。挨拶大事ですから。あ、はい、すいません。私も頑張ります。そうですよ。怒られた。挨拶がね、うん、その人の8割を決めるからね、最初。酔っ払ったおっさんみたいな。そうだね。くどい、くどいやつ。うんうん、最初にそういうくどさを見せておくとね、その見てくれてる側も突っ込みやすくなるというね。そういうのもうすでに笑われとる、笑われとるから。もうそういうのをね、計算してね、やるんですよ、ね。計算してやるの嫌だね。あれ、サルさん。計算って言っちゃったよ。しまった。今のは聞いちゃダメだ、マオチさん。マオチさん、計算って言ってた。もうすでに。腹黒いわ。どうしましたか、セノプさん。作業台がなくて、ちょっと。作業台あるでしょ。あ、あった。うん、ここに、ここにもあるし。マオッチさんはマイクラされてますか？いい絵文字だ。いい顔文字だ。言ってます。マイクラ面白いですよね。壁に対して顔でけえっていうのをすぐ突っ込まないと、スノップさん。隠れてない、隠れれてないって。顔な、横長いなと思ったんよ。うん、顔横長の絵文字やなとは思ったんやけど。うんうん、ごめんごめん、ちょっと、うん、そういうトーク能力が低くて。1、2、3、4、5、6、7。ナイスツッコミ。ありがとうございます。あ、なんかちょっとサルラさんの方が目立っとってジェラシーな。あ、また間違って草の道作っちゃった、耕そうと思って。大丈夫だ、切磋琢磨しよう。うん、頑張る。うん、トーク能力がなくてって。配信者でしょうが、あなた。そうなんですけど、顔出しもしてないのに。トーク能力ないって言ったらどうするん。何の魅力もないっていう。させ。はい。させさせ。頑張ろう。はい。1、2、3、4。ただ気に病むことはない。あ、大丈夫、そんなに気にしてない。よし、順調にね、石炭は集めていってるんですけど、鉄が出ないですね。マオッチさん、もしなんか私すごい容量悪いこととかしてたら教えてください。あ、プレイの中でですか？そうそうそう、マイクラ歴はなんか多分4年くらいあるんですけど。そんなに？4年くらいあるっしょ。スイッチじゃないや、
チが出た当初の時からやってるから。うんうん。あ、で、あと、プレイが Java 版です。すいません。また書くの忘れてた。概要欄とかに。教えて教えてください。エンドラは今までに2回しか倒したことがないです。こんにちは。おはようございます。チョコさんおはよう。や。今日も休みですね。ウィザー倒したことないし。ビーコン作ったことないし。ビーコンも作ったことないんですか？マウチさんも4年くらいやってるって長い。じゃあ絶対もうめちゃくちゃ先輩や。知識は歴は同じぐらいでも。今日はですね、ここで今村人さんで司書やなんだっけ、ダイヤのツルハシとか出す人たち、防具とか武器鍛冶とかその辺の人たちを、誕生させて、今後のこのワールドの作業効率をアップしていくというのが狙いです。あ、チョコさんこんちゃー。スイッチにもチョコさんが。おー、チョコさん、ありがとう、こんちゃ。こんにちは、おはよう。来た。道具鍛冶出た、道具鍛冶。来たよ。ほら、もう、進化旋回。よし。さあ、進化を見せよう。ナイスだ。鉄か、鉄ですよね。何しようとしたやったっけ。こう作って違った。皆さん、私が変な作業をしていたら、それ何やってんの。突っ込んでくださいね。間違いなく無駄な効率作業、効率が悪い作業の仕方をしてそうな気がする。鉄見つからないね。鉄どこぐらいで見つかるのかな。海抜0メートル以下。そうか。ちょっと今洞窟はさ2つ入ったんだけどさ、もう場所高いからね、行き止まりになっちゃったから看板を作ってあれしとくわ、もうここ終わったよっていうのを立てとくわ。ただその洞窟の場所忘れたけど。着いてから、ここかな、ここ終わり。2021、今日は何日かな ?4 月3日 ?4 日。4日。見た。あれ草がないな。見た。はい。あ、サルさん、夜なるっす。はい。ダイヤは岩盤から高さ10ブロックあたりに多い。あれ？了解。鉄はどの高さでしたっけ？ 30？ ダイヤは岩盤から高さ10ブロック上あたり。ああ、ダイヤね。はい。鉄、海抜っていう言い方が微妙だよな。なんか30。マッチさん、こんにちは。チョコさん、挨拶ありがとう。あ、本当だ。チョコさん
んまおちさん、挨拶ありがとうございます。実は忘れました。ひこさん、こんにちは。実は忘れました。洞窟探索してればありますって。サルさん、わかりました。じゃあ洞窟を探索しよう。鵜呑みにするよ。鵜呑みにしていくスタイル。突然の宣伝入れていいですか？ダメです。え？どんな宣伝を？いや、今これマイクラ、サルラ&スノップのマイクラシャープ7なんですけど、うん、まだミルダム上にギリギリシャープ1からアーカイブが残ってるんですけど、はいはい、まあ基本大したことしてないんで、うん、過去は遡らなくていいんですけど、うん、サルラさんの YouTube に、はい、ショート動画で1分間でなんか短い面白動画を上げてるので見てねっていう宣伝。ああ、マイクラの下りはもう関係なく。え、そう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 。アーカイブはもうなかったらしいからさ。こんな私たちがただひたすら、うん、キー切ってる動画とか、うんうん、だけどうでもいいじゃん。ダメだよそういうこと言っちゃう。自分たちのコンテンツに自信を持とうよ。確かに気は切ってるだけだし、そうそうそう、そうだけど、ストリーミングの楽しさはやっぱりこの、うん、ライブで見るから楽しいんだなって思うからね。ああ、まあね。しかも話できるしね。そうそう、ほうほう、そうなんですよ。じゃあもう一個せて、リンク概要欄に貼ってるんで。よかったな。いやらしい。全面にいやらしさを出して。自信ないって言ってる割にはいやらしい。あ、チョコさん、チャンピオンギフトありがとうございます。恐縮です。あ、チョコさんありがとう。あまーす。エーペックスできんのんだけどな。あ、そうそう、チャンピオンで思い出したけど、スノップさんもう一つじゃあ宣伝を入れたらいいんじゃないかな。宣伝？エーペックスのチャンピオン企画。あ、そう、エーペックスもやっていまして。うまく説明してね。うん、そちらはでは皆さんと一緒に遊べる企画を今考えてまして。ほうほう。サルラとスノップのドヘタコンビを、チャンピオンに連れて行って企画やります。よいしょー。ウェイウェイ。でもそう、マイクラもね、いつか統合版でマイクラはね、参加型できればいいなと思ってるんですけどね。そうだね、統合版だったらみんな入れるもんね。そうそうそう。わあ、チョコさん、ゴールド対初チャンポン記念に。ほら、私にチャンピオンをいただけるって、あざます。初チャンピオンおめでとう。おめでとうございます。すごいな。いいな。ちなみに、マオッチさんとかは、マイクラは何でされてますか？統合版かな？ジャパ版かな？どっちだろう？チョコス PS4 ということは、やっぱちょ統合版がいいね、サルさん。一緒にやるんだったらね、みんな。うんうん。マイクラもなんかこう、あれでも統合版
版も統合版。やっぱ統合版ですね。そうすると、みんなでやるってなると。そのさ、うんうん。まあ、エイペックスのやつは、まあ、エイペックス配信の時に考えるとして、うん。ちょっと待って、ちょっとだけ待って、私今何しようとしてるか分かんなくなってて。うん。小麦刈るんだったわ、思い出した。はい。おっ！ちょーおひでえよ、もう。もう。お亡くなりになっちゃった、サルさんが。今のいいの取れたよ、ソスカボイルさん。サル、ありがとう。久しぶり、ソスカボイルさん。いきなり。ソスカボイルさん、サル。おはよう、グモーニン。グモーニン。ハワイユー。めっちゃ笑われとる。もう今のツイッチクリップだわ、今の絶対。PC だけど統合版の方が参加できるところ多かった。そうそうなんですよね。ちょっと待って、道が分かんない。マオッチさん、前家の中で爆発されて地獄でした。マジでそれ嫌だった。でも嫌っていうかめっちゃ悲しいやつ。え、スノブさん、ちょっとさ、覚えていてくんない？今何分ぐらいだ？配信、もう40分経ってるね。40分。ぐらいでクリーパー爆発ね。後からクリップしとこう。ソスカボイリーさん、doing good, always happy to be here. ありがとうございます。Thank you. どこだったかなね。サルラさんのツイッチでの視聴者さんの9割は外国人さんなので、うん、そうだね、はい、うん、英語話せないんだけどね。英語話せない、うん、英語話せないけど外国人さんの方がもう9割を占めて、最近ちょっと日本の方も増えて、そうだね、スノックさんの視聴者さんが来てくれたりするからね。うん、Doing always happy. You could help here. You could help her in English. 俺は英語は話せないよ。I cannot speak English. マイクラの統合版は、あったあったあった。サーバー常時開放型とかじゃなければすぐできるの。うん、全然できる。呼べば、うん、ね、But you understand it, thank you. そうね、なんとなくニュアンスは。よし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 、ナイスナイス回収。だから単発でなんかできないかな、面白いか。単発？うんうん、単発か。まあ、なんかちょっとゲームっぽい、ゲーム感覚っぽいやつか。ゲーム感覚っぽい、ゲームだけど。うん。いや、まあそれこそな、あれ、ああいうのって普通にできるんだっけ？ベッドウォーズとかさ、今流行ってる。もうだいぶちょっと経つけど。ベッドウォーズとかはそのハイブだったかな？統合版ならなおのことを。サーバーが表示されててそこに入ればいけるんじゃなかったかな。ねえ、ベッドウォーズとかさ、うん、まあ、4人になっちゃうけど、うん、4人しかできないけど、マックス。あ、ちょっと待ってね、スノクさん。はい。 Why is a voice changer? あー、なるほど、スノップさん。はい。なぜボイスチェンジャーって。あ、私のボイスチェンジャーですか。うん、これは、これを、南米の方に向けて説明。そうだよね、まほっちさん。家の中爆発はきついよね。汚い言葉を言っちゃっても面白くなるかな
っていう理由です。なるほどな。 OK、 そうすかボーイ。 She says、夜です。 If she said、that it was but she used voice changer、it is fun。 Funny? Funny かな。 It is funny。Can you understand? よし、翻訳にたどろう。ね、彼女がもし、Oh, so it's for a joke。 彼女がもし汚い言葉を喋ってしまったとしても、ボイスチェンジャーを使っていたら面白く映りそう。ジョークか。そうそうそう、ジョークになる。うん、これだね。 She is very cute。 えそれ She は私？私？チョコさん、私？ Thank you。 違うよ。え私でしょう。よし、看板つけよう。彼女。確かに。2021年7月4日。スノップとは言ってないですね。なし。確かに。私じゃないのか。チョコさん、それ私じゃないの？あ、そうだ。おイエスって。面白。Hey, so Skaboy. You can use stamp for a stamp, for example. あ、本当に、まあでも単純に本当にその理由だけです。ボイスチェンジャー入れてるのは。You can use this stamp. なんか笑えそうじゃないですか、この変な声だったら。そうだね。うん。お前って言っても、お前、お前ってなるもんね。お前って言っても、ちょっと面白いぐらいのレベルで聞けるから、こう聞いててね、不快じゃないなっていう感じです。うん、あれ？あ、鉄の原石5個。全然集まんねえんだけど。いや、もう一段上か、これ。ここに最終チェストが欲しくて。あ、今コップン製造機を作ってます。てんてんてん、ここも終わったね。こう来て、はあ、いつの日かみんなでさ、うん、洞窟埋め立てライブしようさ。これダメくない？これダメくない？え？洞窟埋め立てライブ？うん。いいね、面白そう。え？面白そう？なんか意外な言葉書いてきた。え、面白そうじゃない？ひたすらみんなで洞窟埋めるんでしょ？そう。めっちゃ大変だよ。え、もうなんかザ・マイクラって感じじゃん。うん。あれ？え、みんな大体、あ、よかった、変な固定概念はいけんわ。あれ、ちょっと動かんくなった。なんとなく。ん？え、落ちる？落ちる？はぁ、あれ？マイクラをしてる。マイクラが好きな方って、うん、そういう作業って好きなのかなっていう勝手な、そうだね、思い込みかもしんないんだけど、クールエモーツ、センキュー。そうなんですよ。よくあるのは、あの海底神殿とか。ああ、やっぱマオチさんも聖地好きだ。よし、マオチさんにここ全部聖地してもらう。今廃校をくり抜いて
ます。廃校くり抜きも夢がありますね。マオチさん、それね、俺もね、何回も挑戦してね、途中。面白いよね、でも廃校くり抜き。線路とか木材の露出しているところを全部くり抜くんだよね。うんうんうん。やるやる、それ。洞窟目立てるよりそっちやりたいな。あれ難しいんだよね、しかも。でも廃校のさ、線路がさ、中途半端な高さにさ、重なってたりしてした。これどっちでくり抜こうみたいな。心折れるのでおすすめしないです。複数人になってるんです。ダメ、ダメか。スノクさん、やばい。あと10分しかない。進んだ？進んだの？全然。何してたんだよ。今まで。今まで話してた、ね。コツ、コツ、あ、でもめっちゃ増えてるよ。初見台の前に。この人が就職しないんだけど。就職してよ。ビートルートはいらないんだってば。小麦はいい。就職してよ、ちょっとおじさん。ここにあるじゃん、コンポスター。はい。あれ？あ？あ、あ！あれ？初見台消えた。消えた、消えた。ちょっとおじさん。ちょっと待って、バグで初見台消えたよ。マジかよ。あれ、小麦で前に出てきた、出てきた。よかった。別の人が。人参もないんですよ、我が村には。こちらの方に行っていただけるとありがたいんですけど。そう、氷渡りはいらんな。よし、残り10分、ちょっとリセットマラソンでなんとか成果を出したいと思います。ビートルートはいらないんですよ。小麦の人が出ないんだけど、小麦の人が出ないんだけど、小麦？いや、出るでしょう。たまたまじゃない？さん、お昼食べてきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。よく噛んで、食べてください。バイ、お母さん。そして気になる。何食べるんだろう。そうだね。何を食べるのか聞いておきたい。何ご飯ですか。ちなみに、差し支えなければ何ご飯ですか。すみません、いつも視聴者さんのお昼ご飯で自分のお昼ご飯を決めていったりしてるんで、参考までに教えて。チャーハン作ります。ナイス。チャーハンか。いい、美味しそう。食いてえな、チャーハン。チャーハンいいですね。ありがとうございます。マオチャーチャーマオマオチさん、いってらっしゃい。チャーハン顔めっちゃ横長なんですよ。でかいね。スペースの膜でかいね。いつも聞かれますごめんね、チョコさんちなみに今日はカップラーメン。カップラーメンもいいな。カップラーメン何味だろうか。あれだね、ここにさ集中するからさ、場所移動したいね。ベルの周りに置くのやめたい。ベルが中心だからじゃない。そうそう、だからそっち側に移動しよう。作業。蒙古タンメン好き。蒙古タンメン中本さんですね。そう、最近炎上に関わった。言わない、そういうこと。関わってないから、しかも。いや、悪いことじゃなかったからさ。いいじゃない。関わってないからね。ここに置いとくか、こうするか。で、もう一個で。こっ
お茶畑を作りたいんだけど、はい、ちょっと村人ニートがいないんです。サルさん、ニートもいなくなった。あの村人、農民さんがいないから、フリーの村人がいないと困るな。フリーの村人、うん、パンってまあまあコスト高いのね。なんでも寝てる。とりあえず寝て。蒙古タンメンって私食べたことないんですよね。俺もない。どっかあるのかな。有名、有名ですよね。でもうん、有名。スロンプさんが村人の間で寝てる。じゃがいもとパン両手に持ちながら。そうだよ。おやすみなさい。すや。蒙古タンメン好きか。ほらほらほら、パンだぞ。お、パン取ってるよ村人さん。ナイス。ほらほら、パンだぜパンだぜ。足りなかった。いらっしゃいませ。パンってあんまり作れないね。結構大変ね、パン。あ、チビがいる。チビがいるよ。フルさん。お、また増えた？チビちゃん増えました。ナイス。ほ。お、お、お。ハート出てます、ハート出てます。ナイスですね。ナイスですね。ハート出てます。おちび誕生です。もう一人おちび誕生しました。うわーい。サルさんじゃないけど、おーい。みんなー。あ、なんかさっきマオッチさんのあのショート、おじさんが手を振る、ただ手を振ってるショート動画見てるって宣伝してきてたね。手っ取り早くね、あの猿さんの顔が見れるやつだからね。ああ、なるほどね。うん、そのスイッチ入れるのってさ、またやっぱ一個のアプリが必要だからさ。うん。だけど YouTube だとショートって基本誰でもパッて見れるから。うん、そうだね。うん、あ、で、木の棒ないの？あ、ゴーレムが3体に増えとる。え、そんなに？うん、昔はさ、10体につき1体、あ、10人につき1体だったけど、今変わってるよね。多いよね。うん、そんなにいらないんだけどさ。よし、さあリセマラ続きです。この人は、あ、え、まだリセマラ知ってる人いるの？いるいるいる。農民、あの農民を追って、コンポスターを消した間に農民じゃないのに変わっちゃって。オッケーオッケー、今一人解放しました。ここ置いていい？いや、ここはダメでしょ。来ない方がいい。来ないからさ。向こう向こう。ほら、これフリーの人っけ？フリーフリー。今、あ、勝手に変わった。もう一人フリー作る？うん、じゃがいもか。じゃがいもじゃやなんだよな。小麦が欲しいんだけど。厳重警備体制ね。もう一人フリーできました。今ちょっと話し込んでおります、師匠と。あ、そっちに行きます、そっちに行きます。カモン。カモンベイビー。カモンカモン、いいね、いいよいいよいいよ。こっちだ。ナイスですね。こっちに来い。こっちに来い。わあ、君従順。ほら、ここにコンポスターがあるから。あれ？はい。ふん。
あれ？うん、そうだね、もう一回置いた？ここ本当は2個あるからさ。あ、本当だ。あるはずなんだけど、仕事したくないの？やだ絶賛にって希望ですか？来た、来た。小麦、小麦？うん、来たー。でもここの場所嫌だ。一回取引してあれすればいいや。固定して場所移せばいい。むしろ固定したらいらないわ。あ、そっか、確かに。いや、でも小麦の人はちょっと小麦は貴重なんで。オッケー。ここにコンポストあるからね。ここで仕事できるから、君たちよろしくね。鉄の原石って焼く必要があるんだね。変わったな。何この就職するときとしないときのこの、まあ、分からんよね。やだ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 、ダメダメ。しまった、解除、変に解除したら。アンデッド特攻1。この人はなんかジャガイモと人参にしかならないんだけど。こっち行って、あっち行こう。こっち、あいあいい、あー来なかった。村人は心を入れ替えてよ。そこさ、そしたらまた新たなニートが生まれてしまったよ。おいお前、ちょっとどいてくれ。よし来い。わかった。そう、私はわかったよ。やっぱね、自由に身を任せさせたらダメだわ。宝釣り通貨。火炎耐性4。あ、しまった。しまった。しまった、沼った。ダメっけ。そっか、固定させたら初見代金になる。確かに。この段差が通れないのが嫌だな。ナイスガチ、出ます。あ、就職した、そいつ。え、ちょっとやめて。あ、この方が来た。やめてやめて。この子は村人は、この村人は農民になるんだ。うん、今解除した。これは危ないね。近くにゴーレムもいるよ。いやー、なかなか偽マラがうまくいかないけど、まあでも村人増えたからな。ちょっとあー、もうダメだ、これも集会の時間になっちゃったよ。ダメだ。あ、やっちまったかな。あー、やっちまった。耐久3を逃してしまった。来たー、ラッチ完成。やった、ナイスラッチ。あ、耐久3いるな。どうしよう、何これで。ここに置いといて、他のところに初見台あるんか、もしかして。
これか。キラキラはしてる、今してた気がするんだけどな。キラキラ。多分これで解除されているはずだ。あれ。あれ。あれいるの3人。あれ。あ、あなただ、あなただ、あなた、あなた。いや、ビートルートは、ちょっとビートルートないんで、じゃがいもでお願いします。もう小麦なんて贅沢言わないから、じゃがいもでお願いします。いっか。ならない。きついな。取引ちょっとかするか。どっちに紐づいてるんだろう。お金ねえしな。この時間がそもそもあれかな。ん？やってくんないのかな。職業就職してくんないのかな。どうなんだろうね。あ、また子供が生まれそうだ。ガンガン生まれるね。え、待って、なんでビートルートになってるの君。え？あなたかしら、小麦の農民は。え？ダメだ、ちょっと村人本当にわかんない。シルスどこ？あれ？石臼ってなかったっけ。石臼。石臼はない。なんかギーゴギーゴ引くやつ、あの武器鍛冶。石切り。石切りじゃない。ん、石切りじゃなくて。とりあえず、ね、捨ててもらっていいですか。うん。あれ、ベッドがだんだんなくなってきたな。やばい、1時間超えてしまった。あ、猫だ。猫がいる。お？お？小麦じゃん。ビートルート。さっきのビートルートの人は何だ？今もなんかニートがいるよ。はい。あなたはなぜに就職をなさられないんでしょうか。ああ、すぐ吸い取っちゃう、ポスター。なんか足りてない。これ全レシピが出るんじゃなかったっけな。出てこないのもあったよな、確かに。うん、全然就職してくれないの。なあ、農民に。うん。何がいるの？その小麦じゃけじゃいかんかったの？いや、じゃがいも。パマ、もう一人小麦。あれ、じゃがいも最初いたけどな。うん、で、一回外しちゃって。あ、なるほど。なんかハート出てる、なんかハート出てる。就職してないのにハートだ。あ、就職した。あ、小麦2人できた。よし、オッケーオッケー。2人目じゃないのかな、あれ。さっきの1人目かな。まあ、いっか。やっぱ農民、あ、農民とか村人はちゃんとこう囲って進めていかないと。分かりづらさもあるね。ダメだよね。マイクラ武器鍛冶。溶鉱炉。あ、溶鉱炉だったっけ。いやいやいや、溶鉱炉じゃなくて、武器鍛冶って何ですか。砥石。あ、砥石。ああ、砥石がね、溶鉱炉が防具鍛冶だから。革細工師、大釜。え、
革細工師。へえ。牛の皮とかかな。ウサギの皮とか。うん。とりあえず全部作ろう。家事台はもう一個作ったから大釜がいるわけ。大釜結構鉄使うな。小麦とじゃがいもの2つをやる気ないやつばっかりよ。あれ砥石をだからどうやって作るのかもしれない。そう、じゃがいもと小麦しか今現状畑になくてですね。ああなるほどね。わかったわかった。そういうことですか。あんまり、私あんまり人様の前でマインクラフト自分の画面を表示しながらプレイするのって今回が初なんですけど、動き画面見てたら画面酔いする動きとか大丈夫かな。大丈夫です、ありがとうございます、ありがたい。はあ。じゃがいもを増やしますかね。出た出た、やっと出たよ、砥石のレシピ。なるほどね。思い切りで切りたいね。むしろここいらないんじゃないかと思ってきたな。はあ。本当は一気に借りたい。ドバーっと。はあ。いやー、早く本当に効率よく作業をしたいですね、サルさん。うん、したい。まだまだ1話長いけど、はあ、来た来た来た、ナイス武器鍛冶、よー来た。これはチョコさんがラカップラーメンに向けてお湯の沸かし始めました。ナイス、お湯沸かし開始しました。コーン味噌に決めました。コーン味噌いいね。私も味噌ラーメン好き。でもさっき言ってた蒙古タンメンもなんか有名だから気になってて食べてみたいと思っている。うん、いいねいいね、みんな。いや、取引はやっぱ楽しいね。あの、音が気持ちいいね。うん。やっぱ鉄か。これ、ゴーレムトラップいるな、次。スノップさん、これゴーレムトラップいるわ。いる？いる。そうか。でも、だから村人をじゃあ作っておいて、2人か。ラチっていく村人を2人、だっていいか、向こうでパンあげればいいもんね。うん、どうちつったか。よし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 。鉄いるな、やっぱ鉄はいるわ。まあ鉄はね。あ、この人防具かいるよね。あ、いけ。いりますね。防具道具武器は今3人ともね、取引しましたよ。道具道具、
武器、防具道具武器、そして野菜、ヤシもできたし、ああそうね、あとはなんか大釜、大釜ねちょっとね足りないんだよね。鉄が欲しいわ。そうね、やっぱ鉄掘り掘りはきついもんね。うん、あ、間違った、きつくはないけど、いや、きつい。樽はいるよね。樽作ってないよね。樽は、そうね、樽、お魚さんじゃない、樽って。そうそうそう、魚屋さん。お魚くわえたくわえドラ猫追っかけて裸足でかけてく陽気なサザエさん、みんなが笑ってる。おいさまが笑ってる。こいつマジで就職しないよ。こいつ解放してあげるか。実は解放したら就職したりして。洗脳会終わりましょうか。ここまでだね。そうだね。1時間17分になっちゃった。ちくしょう。賑やかにはなったけど。ちょっとエメラルド6個あるよ。俺も9個ある。ちょっと待って、コンポスターにいらん種だけ捨ててこよう。さあ、午後はどうしよっかな。午後でエーペックスしたいけど。まあ、調子悪かったらマイクラの方がいいかもね。もしかしたらもう。まあ、マイクラをするか。うん、マイクラ4話ぐらい取れる。マイクラ4話ちょっとしんどいな。あー、夜になってきそうだな。じゃあさっと、まあ、ちょっと編集とかも時間も取りたいなと思う。それではスロップさん、ありがとうございました。ありがとうございました。チョコさん、お疲れ様、ありがとう。チョコさん、お疲れ様です。ありがとうございます。お湯沸いたかな。ちょっと一回出ようか。はい、まだ寝れないっしょ、多分。星がね、出たら寝れるんだよ。はい、おやすみなさい。あ、チョコさん、ありがとう。お疲れ様でした。こっちまでありがとう。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。マインクラフト第7話、村人、できる村人を作る、作り始めたけどまだまだですね。取引が十分に進まない状況です。次、第8話のことはまた考えたいと思います。あ、村人はでもいい感じに増えましたよね。そうだね、今日はだいぶ。じゃあスロップさん、今日の感想をお願いします。どうぞ。村人は結構ニートを希望する人が多いんだなって実感しました。以上、スノップでした。ありがとうございます。現実世界と一緒ですね。ニートって楽だよね。マジでニートで稼げるのが一番すごいよ。まあ、そうだね。それもうニートじゃないよね。そうそうそう。新しい職種だから。さあ、それではどうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これでマインクラフト第7話終わりたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。はい。では、ここで一旦ゲームを閉じたいと思います。はい。
いちゃん、サルさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。サルダさんの視聴者さん、ソスカボイルさん、トコさん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ディスコを聞きたいと思います。はい、お疲れした。お疲れ様。はーい。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。マインクラフト第7話、まあ少し進みました。では次また第8話でお会いしましょう。ソスカボーイさん、ありがとう。チョコさん、ありがとう。またバイバイ。